イブラです。今日は軽めにしときました。かかえそう、はい、結構痛す。気づきました。モテる男はお菓子でコロッケを作ることができる。食べて一番美味しいコロッケを、お菓子を使ったコロッケを言えばいいですか、うん、あ、そうだね、一番美味しかったのを俺に教えてほしい。わかりました。はい、イブラ頑張れチャンネル。アイアムポテチ。いや、まあそれは合ってる。ジャガイモ人間、ジャガ人間。なんだそれ。すいません。今頑張れチャンネル。今回の食材の方を発表していきたいと思います。じゃがりこの、サラダとチーズ、のり塩ポテト。なるほど。ドリートス。ドリートスコロッケ、いただいていきます。はい、ギブさん、それパンティーだよ。スイーティー捕まえたの、捕めたいというか注意した方だよ。本当にツタンカーメンっつった今。電車でつかんかくかも、お前。おいしょー、追いついた。何、先にこうやっとけんだよ。でもパンツなのやってるやん。いや、マジで危ねえよ、お前。責任取れんのかよ。やってみろよ、お前。怖い。やってみろよ。おい、おい、もう。すげえ。もうじゃがいもっすよ。ヘリコプターで飯村さんを追っていきます。まあ、できたこの種を卵につけて、パン粉、はい、そして揚げていく。そうね、はい。めちゃくちゃじゃがいもコロッケっぽいですね。いや、うまそう。じゃあちょっといただきたいと思います。あ、めっちゃサクサクいってる。うん、多分ね、飯村さんの揚げ方がめっちゃうまい。本当に、うん、ちょっと調子乗っていい。いいけど手短に。一応ここ一で7いきます。はい、めっちゃコロッケだね。ああ、そうね、うん、でもこれはもともとお菓子が芋じゃないですか。そう、ちょっとのり塩、のり塩ね、お願いします。うん、お、お、中は、お、お、いただきます。お菓子感はもう全くないですね。ああ、そう。のり塩味のコロッケ。めちゃくちゃ美味しいです。結構やっぱボリューミーですね。あ、肉厚だ。美味しいです。え、美味しいの？商品として出されても全然あり。マジ？でも入る一緒なんだよ毎回。うまっ。うまい。うまっ。うまいわ。え、うまっ。うん、それでは。1位を発表いたします。ドルル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 ドンタコス。あ、ドンタコス。あ、一番味があったのはドンタコスだったんで、うん、ドンタコスが一番僕好きだったなって思います。あ、いやー、嬉しい、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。全部美味しかった。よかった。高評価、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ参りましょう。はい、飯村頑張れチャンネル。飯村のコロッケ屋、明日オープン、うん、そして閉店。飯村、飯村頑張れ、飯村頑張れチャンネル。